皆さん、おはようございます。ダーの役部、キングタクです。打たれるクローザー、カラスコさんの凄さいます。近鉄に在籍したカラスコさん、メジャーでも確かに何度も経験し、近鉄退団後はなんと、独立リーグやメキシカンリーグでプレーしまして、近鉄時代は確かに西武には相性が弱いピッチャーです。ロッテにも相性弱い、ベニーに打たれるなど、本当に打たれるクローザーとして、本当に一躍人気者になってしまいました。まさにダンミゼリの最大の以前です。ストレートは本当に走る球で、スライダー、チェンジアップ、カーブなど、本当に変化球多彩に投げれるピッチャーではございますけどもね、打たれまくりではもうどうしようこうしようになりませんね。くだらないダジャレですいませんね。はい。カラスコさんは確かにピッチングとしてはいい方ではございますがね、はい。まあ、まだまだだとは思いますが、はい。確かに60試合以上出ててね、はい。まあ、その後長継ぎとしては自責点わずか1のみで活躍はしましたが、復帰した後。はい、以上です。バイバイ。